です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。もうみんな同級生。はい。一人だけ、あの、同級生の、はい。奥さんが、まあ、乗ってますよ。はい。で今日は、はい。8月30日で、はい。20年目の、20年ぐらい。命日だね。なるんだな。命日、命日正式にいつ？そうだね。今日の夜だね。今日。24、5だった ?25 じゃないかな。25か。でこうやってさ、みんながこうやってやっぱ同級生の命日に集まってさ、はい、こうやっていいことだと思うんだよね。いいことっすよね、本当にこうやって、うん、他の中学校の同級生に行ったらなんかそんなん同級生死をネタにするのは良くないでしょ、タブーみたいなこと言われたけど、はい、本気ないでしょ。どう、やっぱでもその時は鮮明鮮明だね。結構覚えてる。電話かかってきたで。俺はニュースで見つけたんだ。見つけたっていうかさ、あ、言っとったね、うん、日曜日のお昼前ぐらいのニュースだよね、うん、で見つけて名前が出て、うん、ほんでなのにもう事故車両がさ、はい、釣り上げられて自ら、あ、それがもうニュースになってたんだね。なっとったんだよね、うん、でその名前が出たから俺がすぐ電話をして、うん、確認取ったんだよね。唯一小学校も一緒の俺だけだね。そうでしょ、そうだ、ね、俺小学校も一緒で、うん、あと、そうそう。本当の幼馴染でしょ、あの田舎でしょ俺だけだわ。動画今撮るでしょ、小学校の前で撮ったでしょ、俺一回動画。ほんと、幽霊が出るみたいな小学校だよね。45分かかる。だってクラス2クラスだね。向こうに突っ込んだ。向こうですか、ほんで、向こうの壁にバキーンって突っ込んだ。え、まっすぐ行っちゃった。車でその寝ちゃってね。あー。そうなんだ。バーンと。ガードレールを突き破ってさ。ライト危ないもん。ガードレール突き破って。よし、飲もうか、じゃあ。乾杯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 っていうのこういう時は。そうなの？あ、乾杯じゃないか。乾杯したのかな？あ、なんだ。お祝いだでか。けどまあ本人はどうかわからんけど、やっぱこうやってね、やっぱそんだけ。性格が効果強かったんだよね。2時に経っても来るんだね、みんなが。確かにね。本当にね、なんかさ、まあ動画的に言うわけじゃないけど、なんか昨日のことじゃないけどさ、いろいろ思い出す。いろんな悪いことをさ、一緒にやったりしたじゃん。で、本当にね、ダメだよね。案外、うん、早かったよね。本当思うもんな。だいたい、いつも笑い話で思い出すね。そうだよね。特に、本当面白い。視聴者の皆さん、あのタバコと線香を持って帰りますんで、はい、ごめんじゃあ、さんでね。暑いなぁ。じゃあ、あの最初の2年ぐらいはなんかこっち来るとなんか通ってさ、うん、ちょっと寄ってってさ、うん、ちょっと手合わせてぐらいのことで、あ、うん、こっちに来て、あの、いや、あ、帰り道に、ね、どっか行ったら、名誉の帰りに、そうそう、あ、今日だけじゃなくても、そうそう、嫁とは子供と、そんな仲良かったもんね。俺はね、仲良かったっていうかね、うん、あの亡くなるでちょっと前全然いけないに、偶然あったんだ、あのスーパーっていうか、あ、行っとったね、うん、でそこで仮面ライダーショーみたいなのやっとって、うんうん、俺も子供連れて見に行っとったら、うん、さ、うん、お前らかって俺のとこ走っくるの、うんうん、で俺はだもんで、その何、その当時そんなにもう全然会ってなかったから、あ、それでさ、俺を遠くから見つけてさ、あ、わざわざね、で子供抱っこしてさ、うん、わーって来てくれたのがすごい、何年待ってないのに突然来たんだ。そう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 、あ、じゃあちょっとタバコ俺がつけたろ、うん、そうだね、小学校からの友達だで、小学校1年生から悪い道に引きずり込んだのが俺だで、小学校1年生からラックスとかで、いや違うって、あいつハイライト最初吸おうって言って、俺あいつにタバコ教えてもらったの、ハイライト吸ったの、ちょうどタバコ吸おうって言って、マナコもいつも吸うんでしょ、はい、ありがとう、吸わんけど、どっちもいいよ、うわ久々にタバコ吸うって濃いな、お前どうする、天国からさ、タバコ火つけたやつなんで、お前もう置いたれよ、火つけたいや、これ火だけつけたったんじゃん、いや吸った方がいいでしょ、これみんなつれ回ししたじゃん、回し吸いしたじゃん、もったいないでね、昔ほんと金なかったもんね、俺スケボクバンマスだよね、そうだよね、みんなで、ね、よし、ちょっとお供え、お供えも食べてみようよ、ね、今時だとね、先に出さんからね、うん、先に一回出して、よいしょ、吸ってちょうだいよ、手だけ押しちゃうかな、じゃよし、いただきます、あの、絶食みたいになってやって、うん、それで、タコやめたと、うん、やめればいいんだよ全部。確かに。本当面白かったじゃないですね。だってわわあのスタッフ退社から落ちた話。
俺はもう知らん。警察に追いかけられてる時に、警察に追いかけられてる時に田坂が落ちた話知ってる。後ろに乗っとった。なんか聞いたことあるよ。でもバーンって、だから落ちてたの。鉄の打ちしとって。何やま安藤君と二血しとってさ、田坂が取ってバーって行くじゃん、現地来たから言われて、安藤君ちょっと遅れて、俺と二人で鉄打ちしとって、で車ちょうど来て横に安藤君ぶつかって、向こうに飛んで、俺おった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 。俺らそれ知らずにさ、安藤君いないことに、そしたら僕が走っとんだから、何やっとんだったら、いや今安藤君事故ってさ、俺そんなに逃げてきたんだわ。安藤君はどうしたの？で戻ったら警察来とった。安藤君乗ったの？捕まった。あ、でも安藤君も無傷だった。で車がへこんどったけど、あったね、もう漫画みたいなこといっぱいあったよね。そんなこと言ったらあれだよ、落ちと明日かもそうだ。どうだっけ、吉牛の前で単車でね、単車で、カサン乗ったでしょ。乗ってスティード乗った。スティード乗った時だね。本当にもう16、ブワーカーン飛んでさ、2人とあの、ま、漫画だよ、タイムボカンみたいな、2人がパーンって飛んのが見えたなって、パーンってブーンかったね。でパーンとしたと思ったら、タタタタってあれあれすごくブリッてさ、2人がスパーンってちったちったパーンなって探査捨てて、怪味感の変異で見とったんだよ多分。時代だよね、あの時代だって。時もそうでしょ、だってまだ飲酒そんなうるさくなかったでしょ。だってあれだもんね、飲んだら帰りはどかたみんな飲むんだもんだって、まあそうだよね、断ったら5時になったもんな、監督さんも飲んだもんね、一緒に。そうそう、現場で飲む、そうそう、帰り運転しながら飲むし、現場でも疲れたらって昼から飲もうかって飲む。そうだよね、所長もみんな呼んでくる。所長も飲んだもんね、バーベキューしょっちゅうやってたもんね、現場でね。そういう、そうだね、現場だもん。そうだよ、でも本当にここでレッカーが来てさ、なんかさ、電話もらって投げてさ、こっからこっちから上げろか、まあ、どっちかわからない。もうここ今20年来とるで、今この景色がわかるけどさ、ニュース見た時なんてどこで何なっとるかわからんじゃん。あ、そんなぐらいだから。俺水がハイエースながら血をバーって出てきてさ、ぐちゃぐちゃの車が。ニュースで見たね。20何歳で、おっと、ちょうど日曜日だし、200億南陽町で、俺た家族で出かけようかなと思ってさ、出かけるかと思って、まだ用意終わっとらんって思って、俺ソファーもパーッと座って見とったら、そういうもんで速攻地出ましてさ、私の名前何だったっけって、なんでそれを聞いたことある。あ、前の話は聞いてたんだ。いいですね。で俺夏とか南陽町は流れたけど、で夏とかみんな確認してみるわって、おちが明日かか何かに電話したらやっぱそうで、でもみんなあそこにティアにおってさ、おるよって言って、じゃあ行くわって、バーって言ったらもう、あ、みんなもうツヤやってたんだ。ツヤじゃないよ、前だよね、昼だで。あ、そう、日曜日の昼だからもう、ナチはもう泣きじゃくっとって、ほんと目真っ赤にしても本人になって。まあそうだよね、だって一番青春だよね。でしかも急な話じゃん今、今でもね、例えばコロナになってあいつ死んじゃったって野球だけどさ、一番高な時期だもんね、毎日一緒におるような時だもんね。バカみたいなことやったら金ねえしさ、でもね、金じゃなく遊んどったわけだから、一番楽しいよ。ちょっと灰も全部捨ててますんで、視聴者の皆さん、あ、でもこの動画見てね、やっぱ印象はいかんなと思ったらさ、そうだね、本当に、まあ仲間うちでね、あるじゃん、若い子で職人やっとるとさ、ちょびっとぐらいって、ちょびっとぐらいって、でもやっぱり人ってなんぼじゃん、あいつらの子供もと思うんで、一番これから幸せな時だよね。金もどんどん大人になってね、あいつら結構面白かったもんで、付き合いも上手だで、だって前6番町で覚えとる飲み行った時にさ、なんかあいつもやったね、あいつが一番ギャルブヤーッとそうそう、飲み上げないでやる、もうやる、めんどくせえでやるって、あんな君うんうんって言っとったから、そうもうほんですぐ喧嘩するんだあれ、あいつやっちゃうとか言って言って、でも一番弱えんだわ、いつもでヤンキーじゃねえじゃん、ヤンキーじゃねえ、もう真面目じゃないけど、そうそう、まあ俺と一緒におってさ、いろんなことさ、そうやっちゃうとか言うんだけど、弱えんだわ、いつも本当に本当に弱えんだわ絶対やられるんだあいつ何回喧嘩したから、俺あいつと一緒におる時に、まあ中学校の時はずっと一緒じゃん、で方向が同じだからさ、中学校も小学校が一緒だから帰る方向も一緒じゃん、2時間半かけて帰ったらね、なんかいろんなやつがあるよねそうそう、で俺はやっぱラグビーで人生変わってないけど、そこから真面目になってさ、ラグビーで、あいつもラグビー一緒にやってさ、また弱えんだわ、タックルされたらすぐ飛んでくんだわ本当にあいつ
だからここは俺らがもうあの16ぐらいでやっとるの。あ、そうだね、中学校が違うから、はい、ちょっと離れとるもんね。あ、そうそうそう、結構も違う。で、それぐらい、20歳ぐらいか。もう20歳ぐらいまで結構もう毎日のような。そうだね、俺も仲がいいってね。そっからまあお互いみんな会社、まあ、18区が、うん、いろいろやりますね。仕事だ家庭だってみんななって、ね、まあまあそんななんかあるたんびに集まるぐらいにしかなってなくて、さあ明日も頑張るかね。生きてるだけでもあれ儲けだね。そういうことね、本当にそうだね。ここでね、嫌なこととか話してさ、でも本当さっきの話じゃないけど、たまにフラットコーク来てると粉とかあったりとかしてさ、あるよね。あるんだね。誰か来とるんかな。いや俺もなんか後で見て、俺あったんだか、うん、俺もだって家族で来た時も、あ、俺あ一人で来たことあるの。俺あ行っとったんだね。うん、一人で行っとった。行っとった。でここでボーッとタバコだけ吸ってさ、まあ、考え事にもなるじゃん、うん、なかなか忙しかったもんね。さ、一人で来るとまたいろんなこと考えれるじゃん。また来年だね。それダメ、それダメ、それダメ。はい、じゃあ今日は皆さん、はい、ちょっと久々に、まあ、あまりしんみりした動画ではあれだけど、まあ本当に、はい、まあ、なんか気づきになってほしいよね、はい、せっかくこうやって撮って、まあ、賛否いろいろある。俺の地元でもね、はい、そんな動画にしたかんじゃないのとかもいろいろあると思うけど、はい、これもう俺もやっぱ自分の私生活をこうやって動画にしようからさ、はい、いろんなこと、嫌なこともいいことも、はい、まあ、せっかくこうやってなったから、まあ、酒やっぱ本当にみんなのことだね。これ動画見てる職人さんなんか結構飲んで、まあぶっちゃけいろいろあると思うよ、はい、運転とかね。だけどやっぱりあれはさ、全部終わりだもん。死んだやつはええよ別にさ、周りが困るでね。はい、じゃあ今日はまあまあさすがに喪に服して、はい、他のあのマッチングサイトの宣伝はしませんが、はい、テロップだけ出しといてね、バーンと。はい、またじゃあチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。